どうも、整体師の K です。今回は頚椎症の治し方7選をご紹介していきます。あなたは頚椎症の治す方法が、湿布、お薬、手術、これしかないと思ってませんか？整形外科に行って湿布やお薬をもらって終わり。もう少しやっていても、電気や温めたりといったことしかやっていない。という、まだ他に治す方法があるのに、ひどくなったら手術をしよう。という風に考えている人が多すぎます。確かに仕事を休まなきゃいけない状況や、生活にかなり支障が出て、家族に迷惑をかけてしまう状況になってしまっていては、手術しか方法がありません。でもそこまで至ってない症状であれば、セルフケア、整体で改善できる可能性が大いにあります。むしろ手術しか方法がなくなる、どうしようもない状態になる前に対処する必要があります。僕はあなたに合うセルフケアは、痛みがない時期でも毎日やるべきだと考えています。痛みが実際出ているんであれば、やらない理由はないと思っています。じゃあなぜ整形外科に行って治療しているのにセルフケアをしないといけないのか。それは頚椎症の根本原因を解消するためです。整形外科では湿布とお薬で様子を見ましょうとか、症状が治らなければもう一回来てくださいねとか、ひどくなったら手術しかないですねとしか言われてこなかった人もいるかもしれません。そうなんです。病院やクリニックだと頚椎症の原因のみを見てくれることになりますが、まさに頚椎症の痛みが収まらないのは首しか治療していないことが問題なんです。この治療方法こそ頚椎症の痛みの改善が遅れてしまう原因なんです。でも僕は整形外科を否定していません。むしろ整体に行く前に整形外科に行くべきと考えていますし、患者様にとって整形外科の方が良い場合は整形外科を進めています。要するに病院や整形外科と整体では見ているところが違うんです。病院では痛みのある首に何が起こっているのかという原因を見ていますし、僕の整体ではなんで首が痛くなってしまったのか、なぜ首の骨が変形してしまったのかという根本原因を見ています。見ているところが違うので、病院の湿布や電気だけで治らない方も当院の整体で良くなっています。逆に言うと、手術の方が経過が良い場合、歩行が困難など極端に症状が重い場合は、僕の治療院では整形外科を紹介する形になっています。ではなぜ一般的な治療方法では症状改善ができないのか。それは根本原因である姿勢が良くならないと痛みを繰り返してしまうからです。姿勢が良くならないとまた骨に負担をかけて頚椎の変形を加速させてしまいます。だから姿勢改善のセルフケアはやった方がいいというレベルではございません。やらないとダメなんです。ただ誤解をしていただきたくないのは、整形外科を行くなとは言っておりません。整形外科での治療や検査もするけど、根本原因の解消を目的としたセルフケアをしていきましょう。要はもっと積極的に治療するということなんです。健康診断の血液検査や血圧の検査で何か異常が出た時、ちょっと太ったなと思った時、食生活や運動習慣を気をつけますよね。なんで頚椎症の時は湿布やお薬だけなんですか？断言します。手術やお薬、電気や湿布、これだけで症状改善しても効果は一時的です。セルフケアなので根本原因となる姿勢を直さないと、たとえ手術をしても首の痛みが再発してしまいます。なので今回は頚椎症の症状を根本原因から治す方法を7つ紹介していきます。僕がこれから紹介する頚椎症の治し方7選には2つの基準があります。1、当院の患者様の 80% 以上に効果があったセルフケア。あなたも僕のような YouTube の動画を見ていて、これは効果があったなかったというストレッチがあったかと思います。人によって関係している筋肉や姿勢、症状の強さや頚椎症の進行度合いによってセルフケアの決めには個人差があります。その中でも少しでも実感していただいたセルフケアをご紹介していきます。僕は現時点であなたのお体について何も分からないので、効果をやってみないと分かりません。でも当院に来ている患者様の 80% 以上が効果を実感しているセルフケアであれば、高い確率であなたにも実感していただけるかと思います。2、短時間で簡単にできるセルフケア。この YouTube チャンネルを見てくれている方は、下は中学生、上は年配の方まで幅広いです。なので効果はもちろんなのですが、それよりも誰でも簡単にできる方法を選びました。でもあなたが首の痛みを気にすることなく、熟睡したい、仕事に集中したい、子供と思いっきり遊びたいのであれば、今回もかなり貴重な話ができるかと思います。最後まで見ていってください。はい、ではここから実践編です。まずはですね、首の動きを確認してみてください。上向いたり下向いたりして動かせる範囲を見ていくんですが、痛みのある人はね、痛みの出る範囲を確認します。痛みが出始めたらそこで止まって、そこの位置を確認しておいてください。こういう感じで、左右と上と下を確認してください。で、首をかしげたりっていう動作を確認して、突っ張り感とか、痛みが出始めたところで止まって、その角度をね、確認してみてください。それではまずは胸の筋肉を伸ばしていきます。ここには大胸筋とか小胸筋という筋肉があって、この筋肉は肩甲骨についています。肩甲骨がについている筋肉なんで、ここは収縮、硬くなってしまうと肩甲骨を外に開かしてしまう筋肉なんで、そうすると肩甲骨には首の筋肉がくっついています。外に
行くことによって首の筋肉を引っ張ってしまうので、そうすると首の痛みがねやっぱり誘発させることがあるので、まずここを良くしていきます。でまた肩甲骨が外に行ってしまうと、まあ、猫背っていう姿勢が悪い状態ですよね。これを改善するためのストレッチをこれからやっていきます。それではね、実際にやり方なんですけども、肩より高い高さで壁に手をついていただいて、指はなるべく外に向かせておきます。でここから体をひねるようにしていただくと、胸から腕にかけての筋肉、この辺の筋肉が伸びてる感じがあると思うんで、そこから1分ぐらいやっていきます。用意スタート。でこのままキープしてください。で肘は伸ばしたままで、強さはね心地いい程度でお願いいたします。頚椎症の人は腕にね指にしびれが出たりしますので、心地いいなって強さ、もう本当に伸びてるなってぐらいで十分ですので、ここからまあ1分をやっていくんですね。でここはキープしておいて、できる限り無理せずやってください。心地いいなっていうのを感じながらやっていきましょう。で腕の高さによってね、この大胸筋っていう筋肉の伸びる場所が変わってくるんですけども、まあ、一番簡単なねやり方を今紹介しております。肩よりちょっと上の高さでキープします。そろそろ1分が終わります。はい、終わりました。そしたら反対もやっていきましょう。まずですね、手をついていただいて、でひねる。でここから1分いきます。せーの、スタート。で同じようにねやっていきます。で多少硬かったりするとね、伸ばしづらかったりすると思うんですけれども、そこでもなるべく無理のない範囲で心地いいなっていうところで止めておいてください。さあキープします。でセルフケアは必ず1日1回はやって、朝昼晩とできたら最高です。頻度が多い方が元に戻りづらいんですね。なので頻度を高く1日1回できれば3回やっていきましょう。はい、そろそろ1分が終わります。終わりました。はい、それではここからはですね、大胸筋のマッサージをやります。でこの範囲、この辺の範囲を指でほぐしていくような感じです。だいたいですね30秒ぐらいを目安にやっていきましょう。せーの、スタート。グリグリしてって硬いところは痛かったりするので、そこはですねよく時間をかけてやってみてください。で大胸筋っていうのはここからこの辺の範囲なんで結構大きいんですよね。なので、大きめの範囲ですね、なるべく広い範囲をやって、痛いところがあったら、よくほぐすような感じになります。はい、30秒終わりました。そしたら今度は反対側をやっていきます。用意スタート。こういう感じでねグリグリやって、まあね、痛すぎない程度をお願いします。まあ、痛気持ちいい程度、まあ、心地いいなっていう強さでやってみてください。決してねこう力いっぱいやるんじゃなくてね、まあ、痛いとこはあるんですけども、まあ、そこはねより時間をかけてやるような感じ、力いっぱい入れるんじゃなくて、まあ、心地いいような強さで時間をかけてやってみてください。はい、終わりました。はい、それではね、今度は広背筋ですね。この背中の筋肉、脇から背中にかけての筋肉を伸ばしていきます。やり方はですね、こういう感じで手で手首を持っていただいて、上に上げるんですけども、真上に上げないで、ちょっと前側に倒しながら、この姿勢のまま、こういう感じで、横に倒れていきます。これは座った姿勢でも寝た姿勢でも結構ですのでやってみてください。それではねスタートしていきます。倒します。で伸びてるなーっていう具合を確認しながらねやっていきましょう。心地いいなーっていう強さでやってくださいね。でしびれが出やすい人は、しびれ出ちゃう人がいるんで、そこはね30秒ね無理せずねやってください。
別に10秒でも15秒でもいいので無理せずやってください。はい、終わりました。そしたら反対もやっていきましょう。伸ばします。脇のあたりから背中が伸びていくかと思います。ぐーっと伸びてくる感じがあると思います。はい、終わりです。はい、続いてはね、広背筋とか大臀筋、小臀筋っていう肩甲骨の外側にある筋肉のマッサージをやっていきます。これも緊張してしまうと外に肩甲骨を開かしてしまうので、ここをマッサージやっていきます。こういう感じでつまんでいきます。用意スタート。こうつまむんですよね。こうつまみます。でたまにこう揺らしたりとかしたりとかして、ほぐしていきます。で硬いところはねやっぱり痛かったりするんですよ。なのでここも、心地いいなっていう強さで、強すぎない程度でよくほぐしてください。硬いところがあったら、痛いところがあったらよくほぐしていきます。こういう感じですね。この肩甲骨の外側をグリグリとやってます。はい、終わりました。今度はね、反対側もやっていきます。脇のこの辺ですね、グリグリとやっていきます。グリグリとという感じでね、やります。で硬いとこあったらちょっと時間をかけてほぐしていってください。グリグリとやります。結構肩甲骨はね硬いんですよね。この筋肉が硬かったりして痛いことが多いので、ゆっくりね、時間をかけてほぐしていってください。はい、終わります。それではね、今度は胸椎のこの回線具合を改善していきます。で首って曲げるときに、この頸椎、首の骨だけじゃなくて背中の胸椎って骨も回線、同じように回線してるんですよ。でこの胸椎の動きが非常に悪い人が多い。ここが改善できると首も動かしやすくなっていくので、これちょっとやっていきましょう。やり方はですね、体をひねるだけです。このままぐーっとひねってっていうのを10回繰り返します。いきます。1、こういう感じですね。2、 できる限り大きく動かしてください。で3、4、こういう感じですね。なるべく大きく、5、6、7、8、9、10と、こういう感じになります。こうです。胸椎のこの動きですね、この動き。で、首上向けるときにも、やっぱりね、頸椎だけじゃなくて、これ胸椎も動いてるんですよね。その胸椎の動きをつけるための運動です。ストレッチです。まずはですね、こういう感じで、手を首に当ててください。これは、首を上に向けないように固定するようなものなんで、支えるだけで OK です。上に向きづらくなってれば OK です。でこのまんまですね、壁に肘を当てていただいて、そのまま、背中を伸ばす、背中を伸ばすようにストレッチやっていきます。こういう感じです。こうです。これを10回繰り返します。で腰はね、反らないように、本当にね、胸椎だけなんです。で首痛い人、上向けない人は、この胸椎のこの動きがすごく硬いんですね。硬すぎて首が上に行っちゃいそうだし、腰を反りそうになる、首と腰はね反りそうになったりするので、ここはねより慎重にね、ゆっくり背中だけが反れているのかどうかを確認しながらやっていきましょう。
ということで以上です。今度は前鋸筋のマッサージをやります。前鋸筋はこの肋骨の脇の筋肉ですね。この脇の筋肉、ここを、ほぐしていきます。同じようにこの辺を使ってね、ちょっとグリグリしてください。本当脇の下からこの下側の肋骨のあたり、あばら骨の上にある筋肉をほぐしていきます。グリグリという感じね。ここもね、肩甲骨にくっついてる筋肉で、緊張しちゃうとやっぱり肩甲骨を外に開いてしまう筋肉なんですよね。やっぱりここも姿勢に関連する筋肉です。こういう感じでグリグリしていきましょう。はい、終わりです。続いてね、反対側もやっていきます。こういう感じでほぐしていきます。骨に触れることはあるんですけども、まあ、強すぎなければ全然 OK です。結構薄いね、筋肉なので。でもここもね、すごく首の動きに関連する筋肉なんで、よくほぐしていってください。はい、終わります。はい、以上がですね、頚椎症セルフケア7選でした。最後にやっていくのは、確認をしていきましょう。上向いたり下向いたり、一番最初にやった、この検査をやってみてください。で、先ほどよりもですね、動きが良くなったかと思います。で、これはですね、毎日続けてください。で、できれば朝昼晩の3回です。できればです。頻度が多い方がですね、効果がね、出やすいので、朝昼晩できたらやってください。もしもできなければ最低でも1日1回はね、これを繰り返していただいてですね、あなたの首の痛みを治していただけたらと思います。といったことでいかがだったでしょうか。今回は頚椎症の治し方7選をご紹介してきました。僕の整体院では病院では治らなかった頚椎ヘルニア、頚椎症、1ヶ月以上治らない寝違いの整体をしております。首の痛みがあるせいで仕事に集中できない、やりたいことを諦めているというあなたは、僕が全力でサポートさせていただきます。当院は千葉と東京から来る方が非常に多いです。なので僕の整体を受けてみたいという千葉と東京に住んでいるあなたは、下の概要欄からホームページを見てご相談ください。遠くて行けないよというあなたは、こちらの公式 LINE に友達追加していただければ、無料で首の痛み、腰痛、膝の痛み、頭痛などのセルフケア動画を差し上げております。病院では治らなかった、繰り返している、悩んでいる、首の痛みや腕のしびれを解消して仕事や趣味を思い楽しみたいというあなたは、ぜひ動画下の概要欄から友達登録をしておいてください。そして他にもこのチャンネルでは、病院では治らなかった首の痛み、腰痛、膝の痛みなどを解消する貴重な方法をできるだけ分かりやすく解説しております。だからお見逃したくないあなたはチャンネル登録をしておいてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。整体師のKでした。どうもありがとうございます。